はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、学問やっていきましょうということなんですけど、宋の儒学ということになります。宋の儒学である宋学ということになります。はい、宋学、こういった学問が入ってきますよと。で、まあ勉強に明け暮れますよみたいな状態に、まあ鎌倉時代から要するになって、少しずつね、少しずつなっていたということになります。だから学問に対して熱があるっていうのは、まあ日本特有っちゃ特有ですね。はい、宋の儒学で宋学ということになります。はい、宋学がどんどんこう入ってくるということになるわけですね。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。